山根さんこんにちは。そして動画をご覧の皆様、車についてのちょっと豆知識なんですけども、私もですね、普段3台の車を乗ったり行ったりしてるんで、給油口ですよね、ガソリン入れる時の給油口がどっちなのか分かんなくなっちゃって、まあ、セリフのスタンドにパーって入れた時にね、給油しようと思ったら給油口が反対だったってこと結構あるんですよ。まあ、そういう時に山根さんの紹介してくれた動画がすごく参考になりますよね。メーターの横に給油口のマークがついてると思いますけども、その三角形がね、どっちに向いてるかによって自分の車の給油口がどっちか分かるって感じなんですけども、まあ、こういうふうなね、豆知識ってきっとちょっとしたことで役に立つんですよね。で、これからもね、こういうことをどんどん紹介してくれることをお待ちしております。例えば発煙筒ってどっかにあったっけとか、車の器具ってどこに、工具ってね、どこに備え付けてあったかなとか、そうですね、それからね、軽自動車のワゴン R は、助手席のシートの下がトランクになってるのってご存知ですかね。シートをパカッと上に上げるとね、そこが、入れ物が入るようになってるんですよ。あれもね、私もちょっとした豆知識だなと思いました。あ、そしてですね、エアクリーナーを交換するところ。この動画をね、今回私はちょっと山根さんのアンサー動画としてね、お付けしておきますので、参考にしていただければと思います。じゃあ、この動画の後にね、エアクリーナーをね、空気清浄機の入れ替えの方法を、ちょっと私の動画でたどたどしいんですけども、付けておきますので、参考にしてください。それから山根さんの動画は動画説明欄にございますので、よろしくお願いします。やってみましょう。やってみましょう。これを開けて、そこ、こっちを取る。取る。これはどう取るの？あ、取れた。取る。で、下、片っぽをね、引っ張るんです。片っぽを引っ張る。あ、取れましたね、もう。あ、取れた。あ、取れた。はい。取れました。はい。生涯初取れました。で、ここは、これ爪ですわ。ちょっと内側に押し込めば、スパッて抜けるのかな。爪ですわ。え？壊さないようにしてください。爪ですよ。爪。爪。爪、見えます？あんまりきつくやったら折れますんで。え、なんか行かないですね。行きましょうか。行きましょうか。はい。ここね。お、コースは。はい。はい、すみません。はい。こっちも同じと。はい。で、ちょっと手伝ってもらったんだけど、外れて、はい、これはそのまま引っ張るだけ。引っ張るだけ。わあ。汚いですよ、もう。わあ、もうコロナ満載。満載。いや、コロナは満載じゃないですけど。埃がね、はい、満載ですから。こういう構造を知ってれば、そうです、そうです。外し方が分かりやすいですね。そういうことですね。で、パチンと4まで入れてください。パチンと一応いったような感じだったんですけど、はい、はまってるな。はまった。で、ここを、ここをね。そこを、軸に合わせてください。あれあれあれ。あとで取りますね。はい。はまりましたか。はい。ダンパーがここに行くと、やった。はい、おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。いえ。できました。はい。47歳でおめでとうございます。ありがとうございます。いいですか。はい。